結構大人になってから、車に閉じ込められて、あ、はいはい、で、練炭を焚かれて、うん、それを、まあ、本当に命に関わるようなことなんですけど、はい、そのいじめでやられてたらしいんですよ。車止めたんですか、うん、車止まって。山に通る車止めて。止めて、うん。で、あれは降りたの。降りて、どこ行ったらしいんだけど、うん、30分も帰ってこなかったの。あら、車で一人。男とやってたんだって。ボタンガラスっていうかね、そういうのを、ホームセンターで買ったらしいから。ホームセンターにボーダーガラスってるあ、じゃあ、こう聞くんで、名前、ちょっと教えてください、そこ。名前嫌です。なんで名前教えない、嫌だ。嘘ついてるからでしょ。頭バカおい。あんな方がいらない。まあまあ、私たちは笑ってますけど、疲れて怒る人いっぱい来ると思います。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしく、よろしく、お願いします。ちゃ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 。この前お話聞いてたら、はい、結構大人になってから、車に閉じ込められて、あ、はいはい、練炭を焚かれて、うん、そんな、なんですか、練炭とかあるじゃないですか。練炭インターネットとかで、志願者の方が集まって、はい、レンタカーに練炭焚いて、はい、みんなで集団しちゃうみたいな。はい、まあ、要はそれ、密室状態にして、それを焚くと、はい、二酸化炭素中毒で死んじゃうんですよね。そうですか。そうですか。うん。それを、まあ、本当に命に関わるようなことなんですけど、はい、そのいじめでやられてたらしいんですよ。そうなの。なんで なんでそんなこと言うの言うのっていうか、本当のことなんですけどね。ゲストしました。いやいやいや、ちょっとスイッチ言いました。はいはい。いや、本当にこれはもう恐ろしいことです。はい、本当に死んじゃうです。そのまま閉じ込められてたら。死にはぐったの。どういう状況なの、まさか会社の。まさか、ああいうことを考えても思わなかった。あ、その大事ってのは会社の同僚さんだったんですか？そうですね。はい、仕事、難しくな、難しかったんだけど、はい。仕方ないから、しょうがないからさ、一生懸命覚えたのね。なるほど。で、その友達は、うん、なかなか覚えなかったわけよ。うん、なるほど。それのいじめなの。うん、あ、聞くさんは覚えるけど、うん、私は覚えられないっていうのがなんか悔しくて、ちょこちょみたいな感じ。嫉妬みたいな感じで、うん、ちょこちょこいじめられてたんですか？そうですよ。でも、ちょっと待って、職場で仕事できないやつでしょ、うん、で、あなたできるわけでしょ、うん、職場っていう環境では仕事できないやつができるやつをいじめるっていうのは、なかなか高等テクニック。そうですね。はい。大体逆ですよね。はい。できないやつがいじめられちゃうみたいな。はいはい、はい。お前何トロトロしてんだよみたいな。はいはい。だって、この人が仕事できないことによって、他の人たちもイライラしますよね。まあね。そうですね。だから、この人があなたいじめる権力持てないと思うんですよ。そう、本当なの、そうなのね。だけど、メリットもないしね。二人でできなくなったら仕事が進まなくなっちゃうもんね。でも、いじめに会ってたの、1年近く。何ですか？なんか、違う世界から来たんですか？あ、いや、そういうわけじゃなくて。わーってわ全部マジでされちゃう。うわー、私もそんなこと言ってないよ、言ったかね、これ。あなたは例えとか、そういうのは全部聞かないの？私がもしね、嘘ついたら笑ってるやつ。笑うとかないじゃん、こんなの。本当のことはもう。じゃあ、それちょこ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 嫌味を言われてたと思います。嫌味のいじめです。そういういじめで、私言ったの、うん、上の人にも言ったの、社長さんにも部長さんにも係長さんにも主任さんにも全部話したの。社長さんはもうあきれちゃって、もうしょうがない、うん、少しは金払うしかないないってことは言ってた。罰もう首合うんじゃないの、そういう人でね。半年かな、7ヶ月ぐらいいたのかな、それで首になっちゃった。首になった、最初の前にその練炭やられたの。練炭は何ヶ月目？6ヶ月。あ、やめる、その。あ、やめる寸前じゃねえか。
僕もね、工場で働いたことあるんですけど、仕事できなすぎて2週間でクビになりました。仕事できないけど、他の人をいじめる余裕なんてなかった。なんかすごいメンタルですよね。あんたその時だってできる人いじめる余裕ありました。なんでお前できるんだ。だからね、いじめる場もなくクビになっちゃいました、私。なんかおまんじゅうを詰める仕事だったんですけど、みんなはすごい早くパソパソパソって詰めていくんですよ。僕はもうずっと後ろでここと言われて、工場長に。そんなことじゃ時給を払えないな。2週間でクビになりました。そういうわけじゃないんだよね。まあまあまあ事情が違うのかな。うん、で頑張って工場長いじめればよかった。私だけじゃなかったの、ね、どういじめてるか見てみたいけど、そんなやつ。ノンさん、ちょっとお茶でいいですか。あ、おいどうぞ行ってみよう。ごめんなさい、すみません。すごいタイミング。ごめん、参った。はい、じゃあまあ菊さんがおトイレを持ってきたんで、はい、じゃあまあちょっといろいろあったんですけど、はい、さん話戻しましょうか、はい、理不尽な理由で菊さんがいじめてくる人に買い物を誘われて行ったと。 そしたら、うん、いいんだけど山ばっかりぐぐ回ってんのね。あ、買い物行かないで、うん、なぜか山をぐるぐる回ってると、うんうん、なんか下見してるみたいな感じ。その時変だなとはやっぱ思ってました。思ってました。もしかしたらこれ山に置いてかれて、もしかしたらそこでなんかやらんじゃないかなと思って。あれも怖いですね。怖いのよ、あの女。うん。なんでその怖い人と二人っきり出すの。本当はね、うん、本当は娘さんも行こうと思ったの。娘さんも行こう。子供。その方の子供？うん、そうそうそう。子供いる。うん。結婚してるの。うん。結婚してる。ごめんなさい、いくつだったんですか。私が23歳で、その友さんが、その女、うん、あれが。30ぐらいかな。私は結構上だったんですね。そうです。年上で仕事できなくて、仕事できる。どこ行っても、どこ行っても仕事できなかったみたい。どういうメンタルだよ。しかも子供もいるような人なんだ。そう。子供にその背中見せる。中学1年かな、高校1年どっちか。え、子供高校1年が中学1年？そう。30歳で。30歳で。そう。だから、多分。高1って15歳とかだから。15歳の母親。もうそのくらいだと思う。はぁ。とにかくあれは好きだったみたいだから。だいぶ、早かったですね。仕事できねえくせに、私セックス好きなんだよっていう、なんちゃ休み時間に、なつの。そういうことも知ってた。そういうこともしてた。そのことするかと思った、言われると思ったら、そういうこともしてたんだ。そう、そういう話も。仕事できねえくせに。あれちゃんとやれよ、すいませんってやってて、で、昼休みになったら、私ね、セックスが大好きなのよって。本当だよ、おめそうそう。そうそう。上の人に言ってた。上の人にも言うんですか、うん、そう。自慢してたの。自慢？そう。仕事できないのにあれができるって自慢してた。私仕事はできないけど、あっちはすごいんですよ。やばいやつだな。だって、そこの会社来る前に、ソープランドでしょ。2年ぐらいは。まあ、別にそれ自体で行ったと思うんですけど、うん。だからそれ好きなのよ、あれ。まあ好きだからその仕事するわけでもないんですけどね、はい、まあまあじゃあそれはいいとして、ごめんなさい、車で山をぐるぐる回ってたと、うん、そう、それも2時間近くね。2時間、2時間これおかしいなと思ったの。行った車乗せるっていうかね、足降りるって言ったんだけど、カニ閉めちゃって降ろせなかったの、降ろしてくれなかったの、降ろしてくれなかった、そう、それで車に監禁されちゃった、少し、うん、30分ぐらい。え、車止めたんですか、うん、車止まって。山のところで車止めて。止めて、うん。で、あれは降りたの。降りて、どこ行ったらしいんだけど、うん、30分も帰ってこなかったの。あら、車で一人。そしたら男でやってたんだって。はい意味がわからねえ。おめえだ、そんな。やってねえ、やってねえすわ。はい車で2時間ぐるぐる回って止まったと思ったら30分がいなくなっちゃったと。そう。で、それして帰ってきたら、私は男と今やってたんだって。何なんですか、それは一体。何です、車、そんなことする人があるんですか。ドリルの穴開けると。頭ストーンって。ドリルで脳みそ
帰って帰ってねえが、出るの。だって手でこう、この、なんていうの、コンドームの中で、あれが入っても満ちてんだもん、すぐ。何なんすかね、それ。知らねえよ、あれ、おかしいな、女。おめえの、ご主人が。あ、しょうやんねえよ、んなこと。すっごい話だな。でも、頭に来ちゃった。おさん。はい、なんだか眠いよ。死んじゃいますよ。パトラッシュみたいな言い方してますか。天使が来ちゃうとやめてください。本当にもうそれに熱いしさ、車の中全然泣けないです。これこんなもん死んでも冷房もやってくるみたい。頭いった。じゃあちょっと話戻って、うん、2時間ぐるぐる回っている時はどういうお話するんですか。話なんかしねえよ。無言。無言だよ、あのみんな。で、菊さんが止めてとか言ってるけど無視。ダメ、無視。はあ、どういう表情してるの。ちょっと鬼みたいな顔。鬼みたいな顔して、おそう怒ってんの、うん、早く殺せよって。じゃあ私が運転しましょう、うん、あ、運転しよう、下ろしてください。おしゃれ方にやろう。なんでこんな なんだおめえな。頭にすべちゃってくるのって言ってんだもん。表情疲れそうっすからね。だって2時間よ。2時間鬼の。2時間鬼の表情。頭にくる。で、止まって30分放置されたと。そうそうそう。そこでも折れて逃げちゃうとはならなかったんですか。缶全部閉めちゃって缶持ってきたの。え、鍵、うちから開きますよ。あ、鍵じゃん。中でよかったんだよ、僕。いや、来年テープやっちゃったもん。テープやっても別に、開くでしょ。そういうとこは悪気働く。テープでって、どんなテープ。覚えてない。覚え出したくない。覚え出したくない。つらい過去だから。思い出したくないんだね。それで、男とやってた。それが意味わかんないんだけど、まあまあいいや。そしたらスッキリしたがって、今度は、自分の過去の話ばっかりしてた。帰ってきて、男と私やってたんだって言ったら、帰ってきて、今度は過去の話をするんだ。ね、言ったの、私は。ね。旦那さんいんのに、娘さんいんのに、なんでこんなことすんのって。いや、今そんなこと言ってる場合だ。まあ、正しいですよ。とにかく浮気だよ。浮気っていうか、なんでわざわざ山行ったんですかね。そうね。山にいたんじゃねえの、変な男が。それでやってたんじゃねえの。ああ、そうなんですか。いや、山小屋とかにいる人ですからね。それとも男と、待ち合わせしたのかな。いや、山の中で。いや、それだったらなんであなた連れてったんですか。知らない。男とエッチする。だから見かけだ。アリバイ工作だ。あ、アリバイ工作。まあまあ、いいか。とりあえず帰ってきたと。で、そのどうですか。喉乾いてんだからね。まあ、帰って、それでこれ降りて、ここから降りて帰るって言ったんだよ。うん、帰るって言った。いや、送ってるからいいよ。帰りますって言ったんだよ。そっから送ってくって言い出したんですか。そう。それで、はい。わけわかんないですね。なんかね、なんか考えてんだらしいんだけどさ、相当急いでるみたいでさ、一生懸命、一生懸命そのテープ外して、一生懸命、テープ外したんですね。何だったの、テープ。はいはい。出られないようにしたみたいな。なるほど。どっかに行かれたら困っちゃうもん。そう、出られないようにするテープって、どこで知らない。この時間何だったんですかね。私もその女の気持ちがわからない。で、私、友達になって損したなと思った。まあまあ。で、テープ外して送ってくよって言われたんですね。そうです。はい。で、送ってったことはね、そっから車で1時間ぐらいのとこかな。また1時間。ちょうど、山沿いじゃねえの、なんて言えばいいのかな、その場所って言ったら、怖いんだよ、あそこの場所が。うん。崖みたいな感じ。崖みたいなとこに行ったと。うん、そう、うん。それでどうしたの。多分、そっから、そこで本当に車の中にレンタン入ってたの、2個。レンタンが隠してあったの。あ、隠してあったの。なんかこう、紙かなんかあったからね。レンタンは、あなた助手席に乗ってんですよね。うん、全然。どこに置いてあるの、レンタン。助手席。助手席
助手席のわかんないところに置いちゃった。あ、キサ気づかなかった。自分に。わかんない。順調なんです。すごい座りにくいと思いますよ。助手席にレンタンあったら。まあ、後部座席に合うならまだわからんでもないですけど、助手席の手ですよね。そうですよ。で、助手席にレンタン乗せる。で、気づかなかった。助手席に1個、後ろに1個で2個、うん、隠しちゃったの。なんで分けたの？知らない。この女来て知らないよ。後ろどうすればいいじゃん。知らない。女あれもおかしいのか知らない、うん、でそれでどうなったんですか？それでレンタンやられて、それで貯蓄見られちゃった。あ、なんかここ早いな。閉じ込めるって結構難しいと思うけど、どうやって閉じ込めたの？だから車の鍵を全部取っちゃって。いや、だって車って中から開けますやん。開かなくしちゃったの。あ、もうどうやって開かなく。知らない知らない。いや、その技教えて。知らない。私は教えて。知らない。女に来て教えてよ。キングちゃん教えて。女に来て。開かなくなるぞ。知らない。まあ、まずレンタンを炊かなきゃダメですよね。あの本人も閉じ込められちゃいますから、ね。はい。レンタン炊くのも結構な火力いるよ、あれ火つくの。その間、キクさんは 何してたんですか？あ、炊いてるって思う。私、眠らされてた。眠らされた？え？それ聞いてなかったね。初めて聞いたけど、眠らされ、え、な、何？この時計で。コナン君じゃないの。どう？飲み物を、あのバカが買ってきて、うん、飲んだらそれ、炭屋が入っちゃう。で、なし寝ちゃってたの。あ、じゃあ崖に着いたらこれ飲みなって言われて。そう。うん。飲む？レンタンとかあるのは分かってたけど、飲んでたんですね。多分に。ちょっと待って、まず。私もはっきり覚えてないのよ。山に連れて行かれて、閉じ込められて、なんか帰ってこねえなって思ったが、私は男でやってたんだ。出ようと思ったらテープが貼ったってね。どうしようもね、女だよ。そいつでやべえってなりますから。浮気女だよ。で、崖まで行って、崖ついたと思ったら、うん、その足元から、実はこんなものがありますって出されて、うん、うわ、怖ってなるけど、うん、出された飲み物は飲んじゃった。そしたら、睡眠薬のやつで、寝ちゃった。で、起きたら、レンタが高れてたと。そう。で、閉じ込められた。出らんないの、今度は。どうやっても。ああ、じゃあ、1回目の閉じ込めるのはどうやるの？ 1 回は、だから、その、テープでやって、それでやったよ。テープじゃ開くでしょ。知らないよ。なんだ、知らないでしょ。開くはずないじゃん。あの女、頭いいんだもん。ん？バルジーは働くんだもん。アガセ博士が作ったテープですか？でもなんか。知らない、知らない。あ、そこまで聞かない、あんな女の子。聞いたことねえ。だって、テープ貼っただけでドア開かなくするってどうやったらいいの？リンゴさんに。相当ぐるぐる、もう、車全部。そうだ、こう、車天井回って、下くぐって、で、なんで、私、下くぐって、ぐるっそのテーマ入れた時は眠らされてないですもんね、車の時は、うん、その時はずっと見てたんですか、開いてるなぁと、ね、何してるのとはならなかった。だから、だって火炎全部窓閉められて、全部こうテープ貼られちゃって、それでもう聞こえるはずないじゃん。聞こえるよ。車に閉じ込められたの。あと、割れんでしょ。防弾ガラス、どうして割れんだよ。防弾ガラス。そうだよ。日本で防弾ガラスだったんだ。防弾ガラスの車？そうだよ。え、車種の何？知らない。あ、そこまで覚えてねえ。防弾ガラスの車？こうしゃ振りにくい。乗ったことあるよ。僕ないです。漫画とかドラマで見たことある。まあ、なんかね、反社の人とか乗ってることもあるらしいですけど、ね。で、ほら、黒いテープじゃなくて黒いフィルムあるでしょ。あれみんな貼っちゃってさ、割と。昔の人は貼ってますね。あ、スモーク？そうそう、それやってた。ずっと、2、3枚貼ってた。じゃあ、まあ、目を覚ましたら、レンタンたかわれてて、閉じ込められていたと。で、なんか、理由わからないけど開かないと。うん、そう。で、超やばいじゃないですか。もう死んじゃうじゃないですか。だからもうね、息苦しくてしょうがないから、自分でやった、あの、バカ女、あれ持ってたんだっけ、電話じゃない、なんだ。あの、ピーピーじゃない、なんだ、なんすか。ポケベル？そうそうそう。あれでやって、しょうがねえ。ポケベルで、どうやって
だから、か、あの、しょうがねえ、あの、なんか、しょうがねえ、鍵壊したよ、しょうがねえ。鍵壊す、ポケベルで、ポケベルじゃない、あの、この石みたいなのあったの、ちょうど。石みたいなの、車の中に石みたいなものがあったの。そうそうそう。要するにみんなそういうのを、材料を買ったってこと。うん、ホームセンター。石みたいなので、窓を割ったの。窓っていうのが、あの、鍵壊したの。うん、こう、あるところ。鍵を壊したの。そう。うん、あれ、見えあってました、どうしました、あの、僕、この前この話聞いた時は、うん、なぜか消火器があって、消火器でガラス割ったっていう話。そうだよ、それで割ってから来た。あれ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 、ね、石みたいだよ、出てこなかったよ。消火器で割っててよ。でも、消火器で割ったよ、だから、石に割れなくて、消火器で割れた。石では割れた。まず石は割れ。だけど、あのガラス、すごく割れないんだからね、言っとけど。割れたの？石で。割れない。うん、割れない。だから、しょうがない、消火器で割れたの。うん、そう、ガラス割った。うん。消火器で防弾ガラス割れないの。全部防弾ガラスやねえもん。運転とこと、助手席、後ろは大丈夫だったの。うん、で、後ろに回って、後ろのガラス割っちゃったの。まず、なんで防弾ガラスって分かったの？割れないもんだって。あ、じゃあまあ、これは防弾ガラスじゃないかと思ったってだけ。防弾ガラスっていうかね、そういうのを、ホームセンターで買ったらしいから。ホームセンターに防弾ガラス売ってる？知らないよ、防弾。それとも、車屋さんで買った。どこのホームセンター？知らない。自分でつけたんだ。それとも。裏口についていかないのかな。ゲームとか割れにくいわね、なくてね、あぐんどいこととかそういうのはね、配達してっから、そういうので自分で作ったかもしれない。知らない。詳しいこと知りません。知らない。それで割ったんですね。それで脱出したんですか。そうです。あの、ポケベルは何に使ったの？ポケベルで鳴らしたんだよ、ガラス割って。ポケベル、向こうが来たら、向こうから何か来たらなりますけど、なりますんで、ピピナッツなん、自分のプラス機能ってポケベル多分ないと思いますけど、それともあれかな、ほらあれなんだっけ、ほら非常のあれなんだっけ、ほら、あ、防犯ベル、防犯ベル、防犯ベル、それ鳴らしたの。あ、防犯ベルとポケベルは多分間違いないと、まあ、話変えませんでした。全然多分その女二つ持っちゃうんで。あ、うん、その女の持ち物ポケベルと。そう。防犯ベル。うん。頭っから。防犯、防犯。カバン忘れたら今から人殺そうってしてて、うん、ポケベルと防犯ベルと、うん、あと、石と、消火器置いて、何したいの？知らない。結構チャンスは与えてくれた。頭おかしいんだよ。あの、脱出ゲーム、なんかヒント、助かるね、方法を与えてくれてますね。もう、息が苦しくて、もうどうしようもなくて、もう、きついこう、その、あれ、何、タンカチ押さえながら出たよ、そのね。はいはい。で、まあ。で、あっち、歩って、どこともなく歩いてったら、そうあったから、警察来ました。それで警察来ました。じゃあ警察来て、じゃあ警察迎えに来てくれたから帰れたんですね、パトカー乗って。そうです。パトカー乗って。で、その、ほら、事情聴取じゃないけど、もう事件じゃないですか、それって。うん、そのどうなったんですか、相手の、うん、さんをいじめてた人とか。だからその女は警察に散々怒られて、うん、それで、なんか始末書じゃない、なんていうんだ。書類みたいなの書かされて。いや、ちょっと怒られるとね、ほらで終わったんですか、うん、やっぱり藤井警官のお姉ちゃんはカンカンに怒ってた。まあ怒ってたっていうか、もうすでに逮捕されるじゃん。だから、私は何でもなかったから、大丈夫だって。いやいやいや、逮捕されます。殺人未遂じゃん、はい、なんか逮捕されたんだな、知らないよ、そんなの。知らないよって、それ知ってるでしょ、あなた。被害者。あ、そこまで、あれだもん。私のあれで、怖くて嫌だもん。いや、だってもうね、次の日の会社とかもう、その話題で持ち切りでしょ。あの仕事できないおばさんが、キムさんを殺そうとしたんですよって。で、そういうのは噂になったかも。噂になったかもしれないって。一緒に一回あるかないかぐらいの出来事でしょ、それ。自分が殺されそうになって。だからいじめでずっと計画させてみたい。警察にそうやって言ったの。
新聞見して、だからその新聞なんか載んないよ、新聞に載らないの、その事件、うん、もうやんないからって言ってお前さんに謝って、あ、それと解決ですか、解決ではないんだけどちょっとね、怒られたぐらいで終わっちゃったんですか、そう、はそのこと菊さんは会社とか見ました、会社の人には言った言った、うん、さっきの話だとその後その後1ヶ月働いたんです、そうですよねそんなこと言ったのに会社はまだクビにしなかったんですか、うん、そうです、1ヶ月ぐらい様子見たの、またそんなヤバい人の様子見ちゃった、いやもうクビしないとダメでしょ、それでもうしょうがないからって部長さんと係長さんと社長さんとその主任で話し合って、そんなをクビにしたの、あ、で予約1ヶ月にクビと、そう、ちょっと判断遅いというかね、あ、じゃあこう聞くんで名前ちょっと教えてください、名前嫌です、なんで名前教えない、嫌だ、嘘ついてるからでしょ、でそのバカお前何で嘘なんだよ、そんなやついないからでしょで何で名前言えないあれちょっと困った顔してバカかよ、名前をなんで名前言ったらやだよ、あなたが話し合したんでしょ、でもやだ、うん、名前だけ出て なんで名前言うやです、なんでやだ、なんであの人思い出したくないから言う、名前思い出したくないって言う、全部払えないでも名前はやだ、なんで名前だけ、だからそんな人いないんでしょもう楽に来るって、うるさいな、後ろがどうすんだよ、またあっち来ちゃうよ嘘つくなって名前言わないとまた名前知りません、いや、ま、名前知らないの、自分殺そうとした人の名前知らないのそうだよ、みんなあだ名言っちゃってほら落ちてきちゃったよ、座布団が落ちてきちゃったズコーってなっちゃいましたダメだよ、私思い出したくないやだねえ、じゃあダメよ、もういじめもすごい疲れて、嘘しなさいか、もうねえ、嘘つくのやめましょうよ。嘘つくってねえよ、本当のことだよ。本当のことだよ。ちょっと待ってね。本当は。何やってんだよ。刑事ドラマの。いいよ、そんなこと。言ってみろよ、その。いいじゃんしか言わねえよ。犯人の名前言ってみろ。名字は、あ、そう、知らない。下の名前は？ないない、知らない。下の名前ないやつだっていないやろ。知らない、名前は知らない、下の名前何ですか、教えてください、やだよ、うん、娘さんかわいそうとか言わない、娘さんかわいそうって、じゃあこの話しちゃダメよこの話しちゃダメよニャンチューみたいなね、あんな母親いらない、まあまあ、まあ、私たちは笑ってますけど疲れて怒る人いっぱい来ると思います面白い、いや、とても面白い、そこ、そこ、そこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。